ミレニアム生態系評価とは国際連合の提唱によって2001年から2005年に行われた地球規模の生態系に関する環境アセスメント。生態系、生態系サービスの変化が人間生活に与える影響を評価するため、それらの現状と動向、未来シナリオ作成、対策選択肢の展望について分析を行っている。ミレニアムエコシステムアセスメント。 ミレニアムエコシステム評価、地球生態系診断とも表記される。以下では主に略語 MA の表記を用いる。2000年当時のナ南国連事務総長が国連総会で行った演説の趣旨に沿って2001年6月より MA が開始された。世界95カ国から約1360人の専門家が参加し、日本からは国立環境研究所が参加した。 MA の目的は生態系の変化が人間生活に与える影響を評価すること、及び生態系の保全、持続的利用、生態系保全と持続的利用による人間生活の向上に必要な選択肢を科学的に示すことにある。MA の利用法としては政策決定者、民間団体、一般市民の行動の優先順位を決定するツールなどが想定されている。 MA の結果は15の報告書にまとめられている。MA プロジェクトは地球上の生態系及び生態系サービスの劣化が増大しており、その劣化がミレニアム開発目標達成への障害となっていること、未来の変化についてのシナリオによっては劣化がある程度回復できることを示した。また、生態系の劣化を防ぐための対策選択肢の提示も行っている。 MA 予算は1700万アメリカドルであり、物資による700万アメリカドル以上の出資と合わせて、総額2400万アメリカドル以上が MA 遂行に使われた。それらは地球環境ファシリティ、世界銀行、ユネップなどから提供された。MA では相互に作用する要因として、次のものを取り上げて分析している。明確にするべき5つの問題から検討すべき。 課題を導いた。MA の作業は、世界規模の評価3部会と、地域規模の評価1部会、合計4部会によって行われた。想定されている MA の利用法は、以下の通り。MA の結論は、大きく4つに集約され、そのうちの3つは、生態系、生態系サービスの劣化について述べ、残りの一つは、劣化を緩和あるいは回復させるための選択肢について、述べている。 人類は過去50年間で大規模かつ不可逆に環境を破壊してきた。これは主に供給サービスを得るためであったが、このことによって生物多様性も大規模かつ不可逆に損なわれてきた。環境破壊の例生物多様性の喪失過去の生態系の改変は、環境破壊と人間生活の改善や経済的発展とのトレードオフであった。その結果、現在では、 生態系サービスの劣化と、その劣化が急激に悪化する、危険性の増加、人類グループ間の格差の増加をもたらしている。これら現状を放置した場合、人類の将来世代が生態系から得る利益は、減少すると推定される。生態系サービスの劣化と持続不可能な利用の、実体生態系の非線形変化する、危険性の増加人類グループ間の格差増加、一部の、 貧困化生態系サービスへの需要増大は4種類のシナリオのいずれでも21世紀前半も継続し、ミルニアム開発目標2015年達成の障害となると推定された。生態系サービス需要の増大に対応するための生態系改変は生態系圧力をかけ続け、21世紀前半でも生態系サービスの劣化をもたらすと推定されている。 具体的には、生息地の農地化、漁業資源の乱獲など、過度の資源利用、外来種の拡散、栄養需要負荷による汚染である。その結果、生物多様性が失われ、生態系サービス劣化が続くことになる。ミルニアム開発目標の多くは、生態系サービス劣化の問題と関連するが、ゴール7の環境持続可能性確保の他にも、特に木が撲滅。 幼児死亡率減少、疾病蔓延防止は生態系の管理の良費と強く関連を持っている。社会経済政策の転換と同時に生態系管理の改善がない限り、ミレニアム開発目標の達成は難しい。21世紀前半に想定される生態系サービスへの需要増加は回避できないが想定されるシナリオの中には、 生態系の劣化を緩和あるいは回復する選択肢が存在する。しかしながら、その実行には政策や社会制度、監修の改革が必要である。以下に MA で検討された選択肢の方向性を挙げる。制度と管理経済政策と奨励策社会的、行動的対策技術的対応知識的対応。ありがとうございます。